こんにちは、社畜です。私普段ベンチャー企業で働いてるんですけども、まあ、ただいま絶賛リモートワーク中、在宅ワーク中でございまして、以前の動画を見てもらえばわかると思うんですけども、この部屋を仕事場に変えていこうじゃないかというシリーズがあるんですが、前回は100均に行きまして部屋をねすっきり収納していこうじゃないかって動画撮ったんですけど、今現在のお部屋がまあこんな感じです。あの辺が散らかってたんですよ。パンダちゃんがいるら辺があの辺が散らかってたんですけど、一応まあ収納というかすっきりしまして、でほぼほぼ散らかっていたとはいえ、散乱していたのはあの本なので、本類がやっぱり多すぎる。私はで机の上にも今漫画ちゃんが避難してますけども、本類が多すぎるんですよ。で一応この辺にも本はあるんですけど、で布団の上は案の定こんな感じで、あそこにも雑誌がありますし、こんな感じになってるんですけども、以前の動画で動画の一番終わりにクローゼットのところも撮ったんだけど、クローゼット汚すぎてカットしたっていうねテロップを入れてるんですけど、これがそのクローゼットでございます。で今日はまた単刀直入に言うと、クローゼットを片付けていこうじゃないかという動画なんです。なんでかっていうと、あの散らかっていた本をクローゼットの中にうまいことぶち込みたいんですよ。ただ今から皆さんにご覧に入れますが、多分クローゼット私うまいこと使いこなせてないと思うので、そこをこう綺麗にしたいんですね。はい、それではオープンザクローゼット。うわ、もう引っかかったかね。いやこれもここまでしか開かないんですけど、こうか。ドゥ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 、こんな感じだ。はい、こんな感じになってまして、ちょっと近づけるか、近づけるとですね、はいはい、まあまあまあ、まずこうごちゃついてんすよ。とりあえずこの3段になってるんですね。3段になってて、上が引っ越してきた時の段ボールとかがまだ片付いてない。多分あれを片付ければここがいい収納になる。で2段目がもうつっかえ棒がデポでセットされてて、まあここに服をかけなさいと。ただまあ私動画で何度もやってる通り、その日着てきた服、脱いだ服をもバッてぶち込むだけなので、ここに最初は綺麗になってたんですよ。最初は綺麗になってたんだけど、今こんな感じです。一番下がですね、これまあ奥行きもあるんですよ。向こうほら奥まであるんだけど、奥がいわゆる引っ越してきた時の本、持ってきた本が全部段ボールに入ってまして、こっちの奥も本が、下はほぼ本なんですよ。向こうのこのチェルシーのこの青のユニフォームの下も段ボールで本なんですよ全部。で入りきってない本がもう全部ここにこうバーってあるので、ジャイアントキリングっていう漫画とかも全部入りきってないので、でここもねこうスラムダンクとかも入りきってないんですよ。本当は全部出してきちんとしてあげたいんですけど、ここのクローゼットの中をなんとかすれば絶対に俺の部屋は散らからないはずなんですよ。宝の持ち腐れというか、だってこんな3段も広いさクローゼットあんだよ。もったいなくない？はい、なので今日はこのクローゼットの中をなんとかするべくイケアに今から行ってきたいと思います。まあ何を買うでもないです。ただ見に行きたいだけなので。で、新生活、これからね、4月になって始まると思うんですけども、ちょっとね、イケア的なものを見たいので、で、何かしらいいのがあったら、こう収納グッズ的なの、イケアで買ってきたいんですけども、まあそんなことよりも、そういうことじゃねえ気はするんだけどね、イケアとかじゃねえよ、お前みたいな気はするんですけど、ちょっと行っていきたいと思います。なので、IKEA に行くにあたって、多分ここの幅とかを測った方がいいんですよ。そんなね、便利なメジャー的なものを持ってないので、メジャー的なものがねえから、アンカーのライトニングケーブルで、2周というか2本分だけど、大体この辺がマイナス5センチぐらい、アンカーのライトニングマイナス5センチ、ここがアンカーのライトニングが5センチ出る、20センチぐらい出ちゃう感じか。アンカーを持っていきます。はい、イケアに行きました。もうすぐそこがイケアでございます。というわけで行ってみよう。クローゼットの中を整理したいとか、こういうことか、こういうことではないのかね。
でもこういうのに入れとくのが多分上の段はこれだな。499円安い。上の段、プロジェクトの上の段にリアルにこれ入れればいいんじゃない。この組み合わせとかこういうの